りあえず着替えたので朝ごはんを食べていきたいと思います。朝ごはんはスンドゥブチゲとトマトが大好きなのでトマトです。いただきます。完食しました。ごちそうさまでした。さっき歯磨きして後ろの髪巻いたのでメイクしていきたいと思います。もうすぐでインターンが始まるので授業情報とかを確認してます。今一応インターンが終わったんですが全然話がまとまりきらなかったので帰ってきてからまたやる形になると思います。約束公演でしてるのでそっちに向かっていきます。インターンお疲れ様です。どんな感じでしたか？そうです、自分結構話しすぎたんかなっていうのもあって、はい、この後ちょっとみんなでまとめるんですけど、はい、みんなの意見もいろいろ聞けたらいいかなって思います。じゃあまず持ち物紹介をお願いしてカードだけ買ってまだ全然触れてないって感じなんですけど、これはちょっとだけ触れたんですけど、はい、イエスとか書くのに追われちゃって全然触れれなかったって感じ。ここの席がこれとストレングスファインダー、はい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 、結構自分なりに出来事とか書いて、はい、イエス書くときに見返してやるって感じで。へえ。なんか聞きたいのが就活に対する意気込みみたいなところで、そうこの前の座談会の時に、はい、50社 ES 出したみたいに言ってくれてたじゃないですか。なんかそれ結構語弊があって、はい、エントリーしたのは50社なんですけど、あ、はいはいはい、ES 実際に出したのは25社ぐらい。あ、その後どうですか？結局今設定してるインターンが12社、はいはいはい、3社そのうち今行ったって感じです。毎日どのぐらい就活自体に時間当ててるんですか？めっちゃ微妙なんですけど、はい、モチベが高い時はわりかし昼から夕方ぐらいまでやってたりとか。へえ。そんなことない時は1時間とかで終わる時はあります。あ、それでも1時間やってるんですね。偉いです。ありがとうございます。中学生の頃にいろいろ職業調べみたいなして、はいはいはい、1回公認会計士っていうのを見つけて、もうそっからなんかずっと会計士になるっていうので行ってきて、まあ、大学上がって就活とかそれこそちょっと前になったら今後どうするんかなって考えた時に、自分に合ってるんかなって、なんか楽しいかって言われたらうんみたいな感じなので、でその営業のアルバイトしてて営業したいなっていう。ゼミとかサークルとかも会計士の勉強する手でその入らんかった部分もあったんで、なんかそれもなくなっちゃってたら就活になったらすごい自分って弱いんかなと思って、やっぱアルバイトとインターンにしか絞れないんかなって思っちゃって、もう立ち打ちできるかって言われたらどうなの。就活生の中ではめっちゃ行動的ですよね、多分。なんか今ずっと悩んでるのが短期的に自分がやりたいこととか目標とか出るんですけど、10年後とか最終的に自分がどうなりたいのかっていうところがまだ考えきれてないので。なんか初めに業界とかので調べてたので、サービスインフラとか見てて結局商社が一番面白そうやなと思って業界分析して、さっきやってた本を Q&A とかにいっぱい答えていって、最終的になんか自分が価値観的に大事にしてるのはこれなんかなっていうので、あとはもう企業分析したのがちょっと見たいなって感じです。最近の悩みで言うと何なんですか？自分結構練習して練習して話すようになるみたいなばっかりで、その場ですぐさま自分の手玉に言語化するっていうのが苦手なタイプなので、それができるようになりたいなと思います。面接でとか。そうですね。なんか自分がなりたい像的には研修台のとか、あ、検事？なんかめっちゃその場におったら和むような存在かなと思って。検事は確かに。今日この後の予定としてはインターンの発表のための準備。
そうですね。夜は友達とご飯食べて、その後帰ってきて、もう一回やるか。もう割とずっと就活続けですね、夏は。そうです。でもなんか、今が多分一番いろいろ入ってるから。それこそ、ES の締め切りがギリギリになっちゃってたので、デブテストが結構ちゃんと固めた状態で出したかったっていうのもあるんですけど、もう締め切りが先に来ちゃうんで、勉強できなくて。うん、ごちそうさまでした。次は作業をパソコンでしていきたいと思います。いらないっけ、今の疑問。ウェルリスで、それこそ誰が代表して発表する、でもそんな発表者関係ないよみたいなよく聞くんですけど、はい、なんかでも結局発表してる人が結構統率力を持ってるというか、確かに確かに、イメージがあって、やっぱ発表って自ら言ってる人の方がいいかなっていうのは疑問でちょっと聞きましょう。みんな教えてください。どう思いますかって。じゃあもしこれで発表者の方がいいよってなったら、あゆちゃん積極的にこう私発表していきますみたいな言うタイプですか？めっちゃ頑張って話す練習してますね。偉い。いや、ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。意気込みみたいなの聞いていいですか？そう、夏インターンで落ちちゃった企業は秋冬で頑張っていけるようにしたいなって思います。直近以外では自分がほんまにやりたいことを見つけるんです。応援してます。ありがとうございました。家に帰ってお風呂に入ったので、インターンで終わりきらなかったワークの内容の深掘りを引き続きしていきたいと思います。ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。